じゃあ次は、うん、パン。いやパンちゃんね、ちょっとね、はい、私のとっておき見せてあげる。はい、いけるのか。絶対あれやんなよ。絶対あれやんなよ。忘れんのかよ。ちょっと通信中、通信中。ほらのじっちゃんもおめえ。片身ね。ちっちゃってやる。やった。見て、最高記録。うん。いや転がってあそこまで行っただけじゃん。飛びあそこまでです。パンちゃん頑張った。パンちゃん頑張った。よし、じゃあ仕切り直して。はい。何これ。重いんだけど。ちょっと何なのよこれ。ちょっとできるわけないじゃない。まあ、一応一応ね。まあ、一応一応。ひどい。来たよ。頑張ってよ。パワーはちょっとな、正直言って自信がないぜ。だから俺はやらねえぞ。そう、見物だけだからな。やるでしょ。やるんだよ。やるあったけど、ヤムちゃん早期なんで飛ばせ。それ言うなよ。ごめん。やったぞ。やるやつなんだよ。そう、今日ちょっと今考えて飛ばすとき絶対言うでしょ。もう台本の文字見たときからそうだと思ったんだよ。笑ってると思ったから忘れるかよ。お前なら前なかったことでしょ。頑張れ、ヤムちゃん。じゃあ、ヤムちゃんさんのチャレンジでございますね。よし、やってやるぜ。うん、悪いが、この勝負。俺がもらったぜ。お、出た。うわ、火だ。火を止めてやる。今の、ランチだ。あー、早期だ。よいしょ。結構いった。結構いった。結構いったぞ。そう来たんでボコーンとね。肩やったか。肩やった。おい、ヤムちゃん。ヤムちゃん。うん、あ、そうじゃん。地面潜らないで。ヤムチャさんの記録、7m28 でございます。素晴らしい。自信なかったけど意外と行きましたね。女。肩やったな。肩痛えなこれ。肩だけで気をつけて。そうだな。次の気をつけて。監督一番が。出るか。出るか。まさかの。出るか。あんな装備で。すごいな。よし、じゃあピッコロ。よし、何のために修行してるか見せてやる。おお。どのためだ。どのためだ。ピッコロ、俺地球で同じジム行ってたことあるんだけど。地球で同じ。地球の同じジム行ってた。ゼットソードみたいな重いやつこんな上げてたから。なるほど。体力がいけます。甘いぞあいつのパワー。パワーは。待たせたな。あ、出ましたよ。覚悟はいいか。出るか出るか。マガンの散歩。結構いったんじゃないですか。結構いったんじゃないですか。腕伸びてなかったか。ズーじゃないか。ミスティックスルー。腕伸びてたろ。ミスティックスルー使ったんかお前。今日だろ。記録が気になってるぞ。記録が気になってる。ミッコロさんの記録7m40 です。おー、緑コンビまずい。やばい、やべえ、素晴らしい。緑コンビまずい。いや俺多分2位。野沢さんチーム結構 7m 超えがすごいですね。多いですね。さあ、デジさんチーム、こうなったらやばい、残り2人が。やばい、ビーデルだ。8m だけがいいわけでしょ。ビーデル任したぜ。ピッチャーになるな。やってやりますぜ、フリーザ様。言わねえだろ、絶対。俺はお前にワクワクが止まらねえぞ。スパーキングしてくれよな。いや、重っ。重たいですよ。ピッチャーにしたからファンに勝った。そうですね、左投げだったから出せないわよ、シャップラー。ファンに勝て。授業では左だけど、今日はちょっと右だな。ママ、腰気をつけて。ママじゃないわよ。いいじゃん、ママみたいになっちゃったじゃない。サタンミラクルスペシャルウルトラスーパーメガトンパンチ。パンさんよりはかっこいいな。2m68 です。やったー。負けちゃった。もっともっと
悔しがんなさいよ。いいじゃん、違うチームだよ。同じチームでヒステリーだよ。さあ残るは野沢さんとベジータさんでございますね。勝負だ、はい、ベジータ大変だ。1位2位が無効らしいぞ。何、よし、ここまでピッコロさんとセルさんが同じ 7m40 で、やばいよ、これはやばい、しっかりと超えてやるぜ。よし、ではまず野沢さんからいきますか。よし、この俺だ。おバーダフ、今のバーダフ、やばいやばいやばい、バーダフだ、野沢さん、バーダフ。お、大丈夫か。え、そう、落ち込まれ感がすごいぞ、急に。これで全てが変わる。おー、見ましたよ。この惑星ベジータの運命、この俺の運命、カロットの運命、そして貴様の運命も。さあ、いけるか。これで最後だ。おお、いったいったいった、結構いきましたよ。いったな、うわ、これいったいった、うわ、いったわ。何？これで最後だ。野沢さんの記録 7m20 です。おお、いやでも 7m 超えです。おや、ジョージーちゃんなかなかやるわね。じゃバーダックね、バーダックな、仲間の仇取らせてもらうぜ。今のバーダックベランメイク長、ね、今のバーダックレジェンズとバーダック。さあ残るはベジータさんですね。さあベジータがやってくれるぞ。見せてやろう、超エリートサイヤ人の圧倒的パワーを。よし、今のところいいとこなしだぞベジータ。今までの振りだ。ここで見せてくれるのがベジータだ。初期の頃のベジータさんね。この1700万ゼロのブルーサと、あれだ。珍しいな。クリア外れたぜ。いくぞ。え？大丈夫だベジータ。マスオさんみたいな。いくぞ。え？いくぞ。え？マスオさん見て、弾けてマサネ。よいしょ。あ、でも意外に立つ。まあでも、あれな、意外と半端じゃないかって。弾けてマサネ。よいしょ。ベジータさんの記録4m65。おい、おい、仲良し、このフリーダに勝ったの。フリーダに勝ったんじゃないか。そのとこじゃない。一緒。どん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 やってんだよ。乾杯やねん。何やってんだよ。二人。見返り同じくらいな。味方ですから。上やつが下なんですよ。ではですね、一応チーム戦なんですけども、個人戦として1位を決めようということで、同じ記録だったセルさんとピッコロさん、もう一投ずついきましょうか。やはり砲丸投げというのは、ある程度実力が同じでないと面白くないからな。何でもそうだよな。じゃあセルさん、何でも楽しいツッコミ、楽しみだ。じわじわになる。じわじわ。じわじわ。待ってるとね。なんか一瞬緊張感がする。何なんだあれ。どう言うんだろう。失言。失言。何かがあるって。歩く失言。緊張感したら歩く失言。ほら。でもね、記録はねすごいですからね。ほら、ほら、ほら、ほら。やっぱね、やっぱ一番うまいんじゃない。一番いいんだよ。いくぞ。余ってね。めぇ、あぁ、めぇ、あぁ、おぉ、おぉ、すごい、いいじゃないか、いいじゃないか、よう行きましたよ。コンサートにいい、カメハメハの言い方こそ雑だったけど。声も似てなかったけど、実力はあるんだな。実力がフォームが綺麗なんだよな。セルさんの記録7m45でございます。伸ばしました。さっきより5センチ伸ばしてやったぞ。超えてきた、すごいな。たったの5か、ゴミめ。じゃあこの俺が超えてやろう。50以上いけばいいんだな。そうっす、7m50 いけば。頼む、45は出さないでくれ。もう一回やりたくないんだよ。さあ、投げ方が良くなってるぞ。お願いします。待たせたな、覚悟はいいか。
バカンコタップは。どうだ？どうですかこれは？ちょっとな。ちょっと良かったな。滑った感はあるだ、その手が角度が。低いな。低いと放っちまうんだ。やっぱ技名が長すぎたな。踊り屋パターンだ。ピッコロさんの記録。6m70 でございます。ってことは、新しい曲の方が気になったね。そうだな。ちゅうことは、セルが。ということで、砲丸投げはセルさんが1位でございます。うおー、おめでとうございます。バカな。そんなに関係ないけど。チームだ。さあ、続いての競技はドッジボールでございます。ちょっとやる。まあ、俺たち DB 芸人だからな。いけ、いけ。おー、みんないて。さあさあ、いくわよ、ピッコロさん。おっ、うわー、結構パワーあります。さあ、頑張れ頑張れ。あー、アウト。うめー、うめー、うめー、うめー。